京四郎一家の船。京四郎も現れたか。これでもう安心だ。あいつ、あの時の強敵だ。困っているようだな。何か手伝えることはあるか。来てくれたんですね。オロチ様の命令で赤鞘を沈めりゃ終わりなんですけど、思ったより手こずっちまって。そうか、敵を沈めるんだな。任せろ。来るぞ。やべえ。あやつ、一体何のつもりだ。